はいどうも皆さんこんにちは、スターディの河野玄斗です。今回も楽しい楽しい大学入試の実況プレイを丸1年分やっていこうと思います。実況プレイっていうのは僕がね初見の問題を解きながらただ思ったこと考えたことを話していくっていう内容なんですけど、やっぱりね大学入試解くの楽しいですよね。もうこればっかりは異論を認めません。だって勉強を通して集めてきた武器を使って、入試問題っていうボスを試行錯誤しながら倒していくってまさにゲームと一緒じゃないですか。しかも僕自身がね初見の問題にどういう風にアプローチして解いているのかっていうのを皆さんと共有できるので、まさにね一石二鳥な企画なんじゃないかなと思います。そして今回プレイしていくのが2023年東北大学の入試問題丸1年分。東北大は旧帝大学の一つでして、非常にね骨のある問題が多いことでも有名です。数学の試験は6問150分となかなかヘビーなので、全て解き切るのにどれぐらい時間がかかるか見当もつきませんし、そもそもね解き切れるかどうかも分かんないので、心して実況プレイ楽しんでいこうと思います。はい、それでは東北大学の実況プレイやっていきましょう。ワクワクしますね。まずは第1問から、確率の問題ですかね。赤玉4個と白玉5個の入った、中の見えない袋がある。玉はすべて色が区別できる他には違いないものとすると。AB の2人が、A から交互に、袋から玉を1個ずつ取り出すゲームを行う。ただし取り出した玉は、これ大事ですね。袋の中に戻さない。戻すか戻さないかは常に注意しましょう。 A が赤玉を取り出したら A の勝ちとし、その時点でゲームを終了する。 B が白玉を取り出したら、なるほど B が勝ちで、袋から玉がなくなったら引き分けとしますよと。で、括弧1がこのゲームが引き分けとなる確率を求めようで、括弧2が A が勝つ確率を求めよう。 A が赤を取り出したら A が勝ち、 B が白玉で B が勝ち。ってことは引き分けとなる場合っていうのは A がずっと白玉を、 B がずっと赤玉を取り出す場合ですよね。こんな感じでね、最初に、確率は最初にねいかに分析するかっていうのが大事ですね。あとはそうしたらね分析さえできればそれに基づいて、立式すればいいだけなので、だから白赤白赤、これを、こういう形で、交互に取り出していけば引き分けになるよと。ということで、このね、赤と白の取り出し方の組み合わせっていうのは 9C4 通りあるうちのこの順番のみが引き分けになるわけだから分の1。9876÷24 だから、9×2×7126÷1 か。こんな感じで状況を分析できれば勝ちなわけですね。括弧2番が、A が勝つ確率か。だからこれも状況を分析してあげると、赤玉を A がどっかのタイミングで取り出せばいいわけですよね。だから1番目か3番目か5番目か7番目か9番目。この時点で、赤玉を取り出せばいいわけだけど、9番目はないのか。なぜかっていうと、9番目まで回ってくるということは、もう白赤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 っていうふうに取り出してるわけで、その場合って A はもう白玉しか残ってませんからね。ということで、じゃあ1、3、5、7番目に A が赤玉を取り出す場合を順番に立式していくと、まず1番目の場合は、9個のうち4個あるわけだから9分の4と。で、続いて3番目に赤玉を取り出す場合っていうのは白赤赤なわけだから、白赤赤ですよ。ということは、最初に白玉を取り出す確率っていうのは9分の5、次に赤玉を取り出す確率っていうのは赤玉は4個だから8分の4×7分の、次赤玉は3個残ってるわけだから3か。で、同じように5番目に赤来る場合は白赤白赤赤の順番で取り出せばいいので、9分の5×8分の4×、でここが7分の4に変わるんだよね。で、かける6分の何とかかける5分の何とかなんだけど、白赤白赤、この赤は残り3個になってるのか。で、白赤白赤赤だから2個もう取り出してるわけだから赤は残り2個ですよと。で、続いて7番目に、赤玉を取り出す場合は白赤白赤白赤赤の場合なので、同じように掛け算をしていって、で、ここが5分の3に変わるんだよね。で、次が4分の何とかかける3分の何とかなんだけど、白赤白赤白赤、この赤はもう赤2個取り出されてるから残り2個で、また赤ってきてほしいわけだから残り1個と。こんな感じかな。もうちょい工夫の余地ありそうですけど、一旦これ計算できれば答え出るんだったら頑張りましょう。最初9分の4で、2つ目が2分の1と3分の1だから 3×2×7分の5、42分の5で、続いてが、これも約分して、3273だから、これ2も約分できるか。ということで、63分の2か。足す、めんどくさいですけど、やるだけなんで。どんどん消していきましょう。パッ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 。ということで、927だけか。ということで、126分の1かな。はい、イコール。126分の4、126分の15、125分の
126分の56、56たす15、71たす4、75たす1で76なので、63分の38かな。まあこんな感じですかね。まあちょっと計算ミスとか怖いですけど、やってることはすごいシンプルですね。答え合わせは最後にまとめてしようと思いますが、まあ多分大丈夫でしょう。続いて第2問、関数 fx イコール sin3x プラス 3x について以下の問いに答えよ。こっちが fx イコール0を満たす正の実数 x のうち最小のものを求めようと。まあ正のものか。まあこれは sin3x プラス 3x イコール0を解けばいいんでしょ。で sin3x っていうのは3倍角より 3sin x マイナス 4sin3 乗 x っていう風に分解できるので、まあこれによって 4sin x 引く 4sin3 乗 x イコール0、まあ 3x が0とプラスマイナス1かということで、まあグラフ考えてあげると 3x のグラフってこうじゃないですか。0とプラスマイナス1ってことは2分の π 置きに答えがやってくるってことか。はい、ということで答え、この答えは x イコールプラスマイ、あ、プラスマイナスいらないな、2分の π かける、まあ、n で n が整数というふうに置いてあげれば、これが全ての解で、じゃあ正の実数 x のうち最小のものはって言ったら、まあ、x イコール2分の π が今回求めるものですよと、まあ、こんな感じでいいんですかね。で、括弧2が正の整数 m に対して fx イコール0を満たす正の実数 x のうち m 以下のものの個数を pm とする極限値、これを求めようと。うん、ちょっと日本語が難しいな。fx イコール0を満たす正の実数 x っていうのは2分の π かける n ってことだよね。これは2分の π かける n ですよと。で、そのうち正の整数 m に対して m 以下のものの個数を pm とする。なるほどね。で、極限値 m 分の pm。まあ n 分の2ではっていうのが、あ、 n 分の2じゃない、 π 分の2ではっていうのがなんか分かりますけどね。っていうのも x っていうのは2分の π 置きに来て m 以下の2分の π 置きのものの個数を m で割るわけでしょ。だから比率で言うと π 分の2じゃんって思っちゃいますけどね。これをちゃんと論証してあげればいいのか。まあ、だから m 以下の2分の π かける n を満たす n の個数が pm なわけだよね。だからつまり pm っていうのは2分の π かける1、2分の π かける2点点点かける、あ、から2分の π かける pm まで、これが m 以下ですよと。これが m 以下のもので、次の2分の π かける pm 足す1っていうのが m を超えちゃうわけですよね。っていうのを、不等式評価してあげて、まあ、挟み撃ちの原理を使っていくみたいな流れですかね。まあ、あの徹底基礎講座数3をね、もう全て取り切った僕はですね、数3に関してはさすがに間違えてはいけないというね、まあ宿命があるので、これでしっかりと答えを出していけたらなという感じです。 m で、m 分の pm っていうのを作ってあげるために、まあ、m 分の pmをこうやって不等式評価していって、まあ、これは m で割って2分の π で割ってあげれば、こっちがイコールになって π 分の2になるのか。で、こっちも、まあ、一応これ m で割ってあげれば、まあ、こんな感じになるわけだから、1π 分の2引く m 分の1か。まあ、こんな感じになるよと。で、m を無限に飛ばすわけだから、まあ、これは当然 π 分の2のまま、こっちは、まあ、これが0に収束するので、π 分の2に収束しますよ。挟み撃ちの原理により答え、π 分の2が答えになると。まあ、この問題はちゃんと、状況を分析して不等式評価した挟み撃ちの原理。まあ、そんなに難しい問題じゃないかなと思います。まあ、多分合ってるでしょう。続いて第3問、数列の問題ですね。s を実数とし、数列 an をこれで定めると。a1 イコール s、初項があって、まあなんか n プラス1両辺に書きたいですね。で、括弧1が an を n と s を用いて表せと。まあだからこの全化式を解いてくださいっていう話だけど、まあ an プラス1の前が n プラス2、an が n ってことは n プラス1を両辺かけてあげることによって接続できますよね。こういう形で n プラス1をかけてあげれば、ここの部分を bn っていうふうに置くと、ここの部分が bn プラス1になるから bn についての解差数列の形になって、まあ、一応記述式上は n が2以上の時っていうのをちゃんと分けなきゃいけないですね。 bn っていうのは b1 プラスシグマの k が1から n マイナス1のここの部分と、2倍するところの k プラス1と。で、 b1 っていうのは 2×1×a1 だから 2s か、まあ、イコール 2s プラス、あとはこのシグマなんだけど、まあこれ k イコール1、まあ、2倍するところのこれ2たす3たす点点点たす n と
2から n まで足したものっていう風になるので、まあ、1から n まで足したものから1引くみたいな感じでやってあげれば、2分の n かっこ n プラス1引く1みたいな感じなのか。よって、bn が2払ってあげると n かっこ n プラス1足す 2s 引く2みたいな感じか。で bn イコール n プラス 1nan なわけだから、あ、一応これ n イコール1の時はっていうのを確認しなきゃいけないですね。まあでもいいや、 an で確認しますか。よって n が2以上の時、 an は n かっこ n プラス1で割れば、1足す n かっこ n プラス1、まあ、因数分解するとこんな感じで、これが n イコール1の時は、1かけ2分の 2s-1 だから約分して s-1 足す1で s、 あ、ちゃんと成り立ってますね。 n イコール1の時も正しい。まあこんな感じですかね。最初 n プラス1かけたいなってちゃんと感じれるかが勝負の分かれ目かもしれないですね。括弧2がある正の整数 m に対し、これが成り立つとすると、S を M を用いて表せ、うん、だからこれを1から M までのシグマ和を求めたときに、ある正の整数があって0イコール0になるような M が存在しますよ、その時この S を求めてくださいっていう話なんだけど、これのシグマ和ってただの部分分数分解じゃんっていう話ですね。括弧には、まあ、シグマの N が1から M まで AN を足すと、まず1のところは普通に M と、足す2s-1 は定数なので 2s-1 がくくれて、 n+1/n は n 分の1引く n プラス1分の1なので、まあ、どんどん消していくことができて、結局、1引く m プラス1分の1みたいになるのか。でこれが0となるような、m が存在するすればいいから、 s を m を用いて表せ、あ、成り立つとするか、その m を使ってよくて、だったらもっと簡単じゃん、これを解けばいいだけ。終わりましたね。この部分が m プラス1分の m ですよと。で m 移行してマイナス m、 m プラス1分の、まあ、2m で割ってあげればマイナス2分の m プラス1足す1をすればいいわけだから、答え s イコールマイナス2分の m 引く1かな、まあ、こんな感じで答え出すことできるわけですね。うん、まあなんか数列の基本的な解法っていうのをしっかりと入ってれば、まあ徹底基礎講座でね、僕はもう数列の全てのパターンっていうのを一回教えてるので、まあ n プラス1そりゃかけたくなるでしょう、シグマはうん、まあ部分分数分解でしょうっていうのがすんなり見える。まあこんな感じでいかにパターン化するかっていうのが問題を解く上で一番大事なことですね。では続いて第4問に移っていきましょう。これが全て揃えばもう無双できるわけですよね。どんなものをね問われたとしても、この6つの条件を使えばもう絶対解けちゃうわけです。はい、はい、ということで、無事全問正解することができました。よかった。いや最後これ合ってるんかいって感じなんですけど、まあやってること自体は絶対間違ってないはずなので、まあ間違ってるとしたら計算ミスだから、無事計算ミスなく解くことができたって感じですね。まあもう第6問がね計算えぐかったんですけど、まあ逆に第1問から5問に関しては、まあ、そんなに難しいことをやってるわけじゃなかったので、ちゃんとね基本的な内容、まあ、徹底基礎講座とかでね扱ってる内容をしっかりと理解してれば、まあ、問題なく満点取れるような内容だったんじゃないかなというふうに思います。まあ、今回の実況プレイのフルバージョンは LINE アットの方で見れますので、ぜひね概要欄の方から友達追加してもらえると嬉しいです。また今後もねこういった実況プレイやっていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。